さあ始めましょうか。4歳になったばかりの娘は、母親にとってこの世の何よりも大切の宝物だ。その可愛い娘がここ数週間ひどい悪夢に苦しんでいた。毎晩毎晩娘は悪夢を見てしまう。恐ろしいものに追いかけられたり、食べられたり、踏みつぶされたりするらしい。今では娘は眠ることをすっかり怖がっていた。でも、一体どうしたらいいんだろう。
お困りのようでござんすね。振り向くと、後ろに立って、黒い着物姿の16歳くらいの主将がいた。不思議な笑みを浮かべながら、母親を見ている。そのお悩み、解決したくはございませんか？もしよろしければ、うちの店にいらっしゃいませんか？そして、着いた時には、書状をたどっていたのだ。そのまま、細くて薄暗い路地へと入った。そこに、小さな駄菓子屋があった。それで、何を悩みでございましょう？不意に母親は思った。ここには自分の欲しいものがあるんじゃないだろうか。怖い夢を見なくなるもの。ありますか？母親の質問を聞いていると、物語が始まりそうだったのにと感じます。I hope you're having a beautiful day, and I hope to see you soon.